タンディルはアルゼンチンブエノスアイレス州の南東部にある都市。タンディル山地の北麓にあり、タンディルパルティードに属する。市は最高標高446メートルのタンディル山地の北麓にあり、標高180メートルである。パンパの中でも湿潤パンパと呼ばれる区域にある。北側はラウチやアスールと、西側はアジャクーチョやバルカルセと、南側はロベリアや、 ネコチャやベニート・フアレスと西側はアスールやベニート・フアレスと境界を接している。ブエノスアイレス州の州都ラプラタは北3 3 0トルに、バイアブランカは南西に、マルデル・プラタは南東1 6 0トルにある。州都ブエノスアイレス自治市は北3 6 0トルにある。2001年の国勢調査による人口は108,109人であり。 2012年の調査による人口は11万627人である。タンディル・パルティード全体の面積は4935平方キロメートルである。氏名はマプチ族が使用していたタンとディルという単語に由来する。これらの単語は動く岩とも関連があるかもしれない。動く岩は山裾の丘に奇跡的なバランスで立っていたが、 1912年2月29日に倒れ、丘のふもとで2つの塊に分裂した。2007年5月、岩があったのと同じ場所に、レプリカが設置された。レプリカは工学部の学生によって作られて固定され、動く岩という名称は継承されたが、元の岩のように動くことはない。1823年4月4日、マルティン・ロドリゲスによって建設された。 当時の名称は、フエルテ・インデペンデンシアだった。時間とともに、当初の住民は、文化変容し、増加していた、ヨーロッパ人と混合していった。移民の大半は、スペインとイタリアからやってきたが、バスク人とデンマーク人も当地に定住し、後者は、非常に活発なコミュニティを形成した。タンディルは1895年に市に指定され、 ブエノスアイレスやアルゼンチンの他地域からの人々を引きつける人気観光地となった。タンディルには1974年に設立された国立セントラルブエノスアイレス州大学がある。国立大学の地理的な偏りをなくすため、ブエノスアイレス大学のアルベルト・タキーニ教授によって計画された大学の一つである。私立学校が統合して国立南部大学のキャンパスに設立され、 一万千人以上の学生が学んでいる。十の学部、二十一の家庭、五十八の専攻と十九の大学院家庭を持つ。北西にあるアスールとオラバリアにサブキャンパスがある。タンディルは温和で湿度が高く、年平均気温は摂氏13.7度、年間降水量は888.6ミ、mm、リメートルである。秋から春にかけての朝は寒いこともあり。 夏の朝は、外して爽やかである。秋と冬は、頻繁に霧が発生し、高層もまたよく起こる。冬の期間の最低気温は低く、摂氏5度以下を記録する。降水は年間を通じて起こるが、夏に最も多い。雪と熱波はほとんど起こらない。夏季の気候データは1981年から1990年のものである。ありがとうございます。